いつか世界が変わった時、僕らはどうしているだろう。昼間は外出て手をつながないこと、指を刺されるから友達のふりをし続けること、僕らは普通じゃないから、ただ出会って惹かれ合って恋に落ちただけなのにな。いつか世界が変わった時、僕はどうしているだろうか。喜びに抱き合うかな。死んでしまっているかもな。たとえ世界がどうだろうとも、君のそばにいたいと思うけど、思うけど、明日さえも見えない今日を生きて。女で一つの母親は泣いてた。どこで間違えたと、親友だと思っていた。いつも顔をしかめて去ってゆく。しまうんだ。世界は変わるのかな。二人だけじゃなく、すべての人が笑い合って愛し合って、すぐに別れて、そんな日常に。いつか世界が変わった時、僕らはどうしているだろうか。喜びに抱き合うかな。死んでしまっているかもな。たとえ世界がどうだろうとも、君のそばにいたいと思うから、思うから、明日さえも
新宿の皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの木林と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。今日は8時までここで歌わせていただくので、よかったら1曲でも30秒でも聴いて帰ってくれると嬉しいです。私、あなたの家の猫になりたいわ。眠たくなったら眠って、起きたらご飯を寝たって、気ままなあなたのそばに寝転んで、タバコの匂いの手にすり寄る。人間じゃなければこの想いも少しは楽になるのかな。私、あなたの家の猫になったなら、だらしなく脱いだ T シャツにも黒の他の女の香りで帰ったら、部屋のソファーで爪とぎしちゃうから。私が歌う理由は、毎日眠れないから。割り切れない寂しさ、溢れて止まらないから。現実を見ろよと言われた私の目には、今もギターとタバコと歌しか見えてないもんだから。
一人きりにしないならまた歌えるわ確か歌う理由はあの子が泣いていたから、道端で酔いつぶれてうずくまっていたから、散らかる問題を全部解決して笑わせたい、そんなこともそうしててもできやしないから、私が歌う理由という曲。熱い。個人的に歌舞伎町という街は愛憎渦巻く街だと思ってるんですけど、もしかしたらここにいる皆さんの中にも最近愛や恋で傷ついたよって方がいらっしゃるかもしれません。皆さんの頭の中にはどんなラブソングが流れているんでしょうか。ラブソングという曲を、聞いたあの曲の恋人たちと同じ別れ、 B メロあたりの気持ちがもう今の私にぴったりなの、知らなかった楽しかった笑顔の裏悔しかった聞けなかった私のどこがダメだったか、ラブソング笑って聞いてたあの日にはもう戻れない、ラブソング欲しかったのは流行りのリリックじゃない、あなたの言葉で聞いたあの曲はきっと忘れられないだろう、 Cメロに差し掛かったとこで涙がこぼれそうで、焦るあなたがくれた瞬間
CD とか半分ずつ耳に当てたヘッドフォンがうるさくてやまない思い出が消えない Love song It's me はないけどあの日にはもう戻れない Love songという曲でした。もし今日初めて見たよって方がいらっしゃいましたら、あの名前でもあの曲名でも何でも覚えて帰ってください。まだ配信ライブとかで 1,2 回ぐらいしかやってないあのマジの新曲をやろうかなと思います。ちょっと緊張する。耳飾りという曲です。大丈夫
丈夫よ。いつかこの夢が光る時はあなたの耳に飾る。いつまでもいつの日までも焦ないほどのきらめき、焦ないほどのきらめき。耳飾りという曲です。次は知らないおっちゃんっていう、私が前に住んでた家の近くかなに、こいつも帰り道で通る道があるんですけど、結構飲み屋さん帰りの人がよく通る道で、ある日帰ってた時にうずくまって、もうあの汚いんですけどもね、吐いちゃったり対応とかしてね、うずくまって泣いてる女の子がいたんですでね、どうしたのと思って、そういうのすぐ声かけちゃうんで、どうしたのって言ったら、いや上京してきて東京であんまり優しい人にも出会えなくてみたいな、お姉さんが初めて優しくしてくれましたみたいな、ボロボロ泣きながら話すっていうね体験をしたことがあるんですけど、その時のお姉さんが頭から離れなくて作った曲です。知らないおっちゃんという曲。わけもわからなくなって一目も気にせずに泣いた。深夜一時を過ぎたコンビニの裏で、しばらく経って隣に知らないおっちゃんがいてさ、姉ちゃん一人きりなの、おっちゃんも同じよ。この世で一番優しい声だった。知らないおっちゃんは一体とか、僕もまだわからんような、泣きたいなら泣けばいい。東京が冷たく見えるなら、おっちゃんが優しくしたるからさ、元気だしや。知らぬ大人なんかには頼らずに生きていくのか、当たり前のこの国じゃ孤独なんて普通さ。だけど君より少しね、ほんの少しだけ早くこの国に生まれちゃってさ、言えることが一つ、みんな鎧を着込んで生きてる。知らないよ、持てる分しかもらえないんだ。おっちゃんが優しく見えるなら、それは君がもらえる分だから、持って帰りや。
人で歩けるようになって、鎧は分厚くなって、持ち物は人を殺せる武器と、冷たくなった心、戦場じゃないこの街で、そんなものじゃ何も守れない、ならば特別じゃなかった。泣きたいなら泣けばいい。東京が冷たく見えるなら、私だけだと思っていた。知らないおっちゃんは言った泣きたいなら泣けばいい。東京が冷たく見えるなら、おっちゃんが優しくしてるからさ、元気だしや。元気だしや。ありがとうございます。なんとか曲で一人でも救えないものかと思って書きました。天国よりという曲で今日は終わりにしたいと思います。皆さんの、今日あと少しの一日と明日からの日々が健やかでありますようにと願って、ありがとうございました。木林でした。Thank you.
刺さりがあるよ。飛び立とうと揃えたその靴があれば、君はどこへだって行ける。死んでもいいけど本当に天国なんてあるのか。病んでもいいけど君には天国よりも確かな明日がある。ありがとうございました。木林でした。